すが菅もししよう。8月8日ですよ、8月8日、パチンコ激アツの日ですよ。そうなんだよ、今日こんなマニフェストさんが来てる場合じゃない。そう、いやー、横にマニフェスト35ですか。35も、そうですね。そうだね。あ、次回これもうエンディングまで誰も見てないと思うから、オープニングで言っとくけど、次回俺のね、アキバメタルバンドマンセイが出ますんで、え、多分その当日の2、3日前にアップしてるじゃない。だこれ見たらもうすぐライブ、もう多分ね、明後日ぐらいの話なんで、絶対もうマンセイは見に来て。なんかこうマンネリ化というのはね、まあ、しばらくやると来るわけだよ。今日意気込み、じゃあ橋山君に。私の今日意気込み、前回鎧でなんか一応暴れて肩ちょっと壊したまあ怪我もなく無事終わればいいな。そうそう、いやでも怪我もなくって注意しすぎると、はい、やっぱそれはそれでビビっちゃうんで、今日の目標は血が出そうで出ないとこまで。おお、ロックなこと言う。ロック、そう、血が出そうで出ないとこまで。これスラッシュされると思う。お、スラッシュ、これは本当のスラッシュ。体を張ったスラッシュメタルをご堪能ください。どうぞよろしくお願いします。鋼鉄のマンフェスト。今日の俺のポイントはここの寝癖。こてつのマニフェスト、これヘビー東日本大震災の復興支援なんですよ、実は。ヘビーメタルこてつのマニフェスト、俺例えば実家が震災に見舞われたとするじゃない。例えばこの実家が震災に見舞われても、鋼鉄のマニフェストから寄付は受けたくないなっていう感じ。私も言いたかったマジかはい、橋山君。いやちょっと下からスクロールしてそう、見ての通り、今日私はヘビーメタル侍でございます。てかさ、ここをさいや片たま出てんだよ兄弟、あ、兄弟、兄貴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 、これ、重たいね。重たいですよ。だから多分勝ちに、あ結構つまんない絡みつまんない。こっちは何なの。ほらなんかほらなんか怖いよ、ほら顔が。いや、監督が怒ってる。監督が俺笑ってあげてないけど、笑ってないからフェイジアの皆さんにネタを見せて差し上げて。なるほど、乳首に洗濯技。いや、つまんない、そういう小道具、つまんない、小道具使うのなしにしたんで。柏上廉のショートコント、戦国時代の魔法使いサリー。 あ、大変だわ、あそこで事件が起きてる。本気で行かなきゃ。ちょ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 、あー来てやってください、マオさん。それで、マオさん来てください、絡みで。危ないよ、これ編集大変だね。それ当たると怖いぞ、おい、痛えぞ。マジ大変。極力ね、短い時間がいいです。やめてくれー、フェンシャー。そこで35。続いてのバンドはオーバーラック。イエーイ横玉横陣丸めだよね。横っすよね。縦か。え、何回も、もう出会えてる超ベテランって聞いたんですけど。もう、秋葉の真子さんに出てるんですよ秋葉のこの番組が始まる前に、
俺の番組で舘さんがやってくれて、はいはいはい、万世が出た時になんかちょっとそれ撮りたいから俺とかで撮るわとかって言ってたら全部撮ってくれって言ってそれでやったらなんか舘さんが気よくしちゃって、はい、で後の鋼鉄のマニフェストテレビであこれ繋がったということで基礎を作り上げた基礎そうそう基礎に関わっているわけですよ大原俺らが作ったみたいなねそうそうそうで新ドラマあっ新ドラマですかノックですノックですノックあノックイエーイ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 美人さん美人さんえお名前すずですあ、すずだはいマネージャーですマネージャーですか何もしないマネージャーです何もしない俺童貞だけど目合わせようお前ちょっともうちょいチャンネルの目見た方がいいよ怖い ほらほらほらちょっとほらちゃんといいのよいいの寄らないで寄らないで何寝るとみたいになってる寝るとごめんなさい俺らをもっとよくかっこよく撮れとか、はいはいはい、かっこいいやつが言うことだらそういうのって確かに激おこですよ俺激おこそういうの来たらそれ以上に怒るからね激おこお前はーってなる、映画さん映画さん映画そんなバンドいるんですかそんなバンド結構出てるバンドですか俺の分身がいるようだちょっとこっちに移してくださいじゃーん別にねミニオンが動かしたいんだけどいやいやレッツアンドボーンズって書いてあるさあ完全にあの探り探りのねお互い探り探りが始まったところでいや探り探りじゃないですよ私は生まれ変わったんですあ本当もっとぶち込みますよ分かったじゃあぶっ込んだけ終わる続いてズボ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 童貞卒業したぜわかります。わかりますか。わかりますか。何がわかりますか。今死んだじいちゃんのこと考えてる。でこの二人に比べて結構格好が普通ですけど実は一番イカ出てるっていう噂の。どうすんだ完全にやらされてるぞおい。結成とかってじゃあ結構前から。お前だいたい話に困るとその結成とかそう。そうでしょ。これそうだ。バンド掘り下げないとって思ってるんですよ。あ、本当？そんな尺ないっす。ないっす。じゃあそんな尺ないっす。じゃあ、あの、エアプラグインの皆さんをちょっと笑わせて差し上げて。はい、お願いします。じゃあ、いきますよ。はい。早くして。いきます。あ、いいね。なかなかね、思ったより良かったっすよね。ね、思ったより良かったっすね。うん、そうそう。これが、これが吉本か。うわー、してやられたわー。じゃあ行きますよ。本日3バンド目、エアプラグ。あー、貫通しちゃった。
叩きのバンド、これで叩きってやったよ。次の叩きのバンドはどいつだ。こいつだな。ダーン。You alone。皆さんでございます。え、発音あったんです。You alone。あってます。コールドマニスト初ですよね。初めてですね。ぶっ潰しました。え、いや、そうそう、うちはもう内部崩壊が欲しいんですよ。あ、鋼鉄のマニフェスト TV TV というか、鋼鉄のマニフェストイベントもちょっとなんかクローズんでるんで、なかなかはないんです。だいぶ苦戦されてます。苦戦しますよ。私ちょっと人見知りするんで。苦戦するんですよ。ちなみにあの方はなんでこちらに来ないの。いや、多分、はい、そういう人あ、そういうキャラ。でもそこに立ちいるのが俺です。あー、そこどうなんだろう。だいぶ冷たい目で似合うってやつ。表情一切変えない、仏ですね、もう仏様です。すいません、仏仏仏でも仏って言っても俺キリスト教なんて関係ないと思って。マコさん助けて。マコさん助けて。じゃあ、なんか話すの困ったら殴ってもらって。そう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 。いや、なんかあいって。いや、嘘でしょ。こう来ると思って覚悟して、プロレスラーと一緒のプロレスラー覚悟して、こう痛み覚悟したのに乳首やられた。いや、そうかい、立っちゃった。じゃあ、戦って僕が負けて切られるってことになりますわ。いきましょう。おう、おう、いやー、ブクシャー、せーの、いてゆーの。大丈夫ですか。大丈夫ですか。そうそう。行ってみよう。はい、ちょっとさっきまではちょっと生ぬるいことしちゃったんで、これからのインタビューは俺が滑ったら切腹します。その勢いでいきますよ。はい、さあ5番止め、バスコーブ、イエーイ。私実はね、事前に調べてきたんですよ。2000年結成。あ、そうです。あ、今年15周年ですよ。15周年。そんなやってますね。15周年、はい、しかも7月から、はい、アップルミュージックで、あ、そうなんですよ、アルバム3ヶ月無料やってるんですよ。ありがとうございます。へえ、なかなかなくないですか。ゴリゴリのパワーメタルをやらせてもらいます。ゴリパワー、ゴリパワーです。ゴリパワー、ありがとうございます。じゃあもうハイシャウトとか得意ですか。あ、まあそういう感じです。これも得意なんですけど、ちょっと本当ですか。ちょっと腕やっていただけますか。ちょっと、あ、いいよ、あ、いいですか。いやー、おー、やれちゃう。じゃあ、ちょっと、ごめんですか。はい、はい、いやー、聞こえてないですか。どうすか。いや、すか。おい、自分で声出してるか分かんないと、自分で。いや、にわかとの差を感じた。じゃあ、閉めて。はい、閉めますか。はい、じゃあ、閉め、すいません、一応今日もう侍っていう手でやってきてるんですけど、はい、まあ、バンドのメンバーに切られるっていうので、一応締めてやるんですけど、どうですか。ここでいいんですかね。いや、ここはあえて、ね、ずっと、ね、ずっと絶対なんか刀とか好きそうな。イエーイ、あのね、本命だった。本命だった。強いっす、強いっす。別にリハとかしてないっすよね。してないっす。
フケアがマニフェストに出た時以来です。一緒に飲みに行ってる時にあれですよね、ジョージリンチ、ジョージリンチがあった、ジョージリンチ、あのシーシャさんと、そうね、そうですよね、シーシャさんとトビーさんと飲み行ってる時に飲みたあそこ上町の店ですよ、なくなっちゃったもん、あ、そうですね、ロックバーね、ロックバーで行ったらカレットバー、カレットバー、うん、やばいっすよ。そしたらジョージリンチがたまたま ESP のギタークリニックで来日してたの、女20人ぐらいですね、イケメンでしたね、イケメンでしたね、一緒に写真撮ってもらってたの、ね、懐かしい、懐かしいですね、うわいやうわ悪そう悪そうだなぁ、ほんとマフィア、マフィアですか皆さん、はい、あ、はい、はい、いや怖そうだな、橋山ビビってんじゃん、いや、ビビってます、俺マジでこの刀なかったら、俺ちょっともういや戦えない、戦えない猛獣で、あー、だめだ、あー、捕らえた、捕らえた、捕らえた、始まってんのこれ普通にただ捕らえただけ、そうライドオンの皆さんでございます、いや、やめろよ、どうどうやめろよ、もうガンガン来いよ、お前行っていいっすか、じゃあ行けよ、なんかもう完全に橋山のこと眼中なんか、あーそう、俺の眼中、一応番組司会者こいつなんで、まず俺の看板番組なんで、俺今、手助けしてるだけだ、マコとかだったらもうあ、ここは長い、長いっす、長いっすよ、長いっすよ、まあどんな感じでぶち込む感じ、ぶち込む、ぶち込む、だいぶ、だいぶ、いや、だから言われたら入るみたいな、はいはい、嫁で全然大丈夫、特にないですよ、条件は、おい山岡先輩につまんねえこと言ってんじゃないふざけんな、すいません、締められるぞ、いやもう逆に締めてほしいほらもう完全構えてんじゃん、ほんと編集しづらいですね、そう編集しづらい、皆さんもう体格めっちゃいいからプロレスとかめっちゃ好きそうです、あ、好きっすね、え、格闘技系が好きっすね、じゃあちょっとかけてもらっていいですか、じゃあうちの先方からお願いします。お願いします。ちょっと僕は技かけてほしい、そうです。俺知らないんだよ技ね。ダブルかけて。じゃあ打撃で。マジか、打撃。打撃。どうしても決めようかな。すげえ後ついてる。うわあ。うわあ。こんな伸びる。10月には北海道行くんですよ。ツアーで。10月10日。北海道北見、北見、まだ夕焼け祭り、11日旭川のどっか、12日札幌、おととい北海道行きます、よろしく、うぅ、また見てね、また見てね、また見てね、いや、これじゃ終われねえんだよ、ポップじゃ、俺はもうメタルなんで、その最後体にぶった切ってよっていうのだよ、俺をチラ見したんだけど。見てくれてる人も思ってると思うんですけど、今日のこの格好ちょっと失敗ですよ、ね、俺いけると思ったんですけどね、まあ、汚いよね、汚い、うん、やっぱ清潔感ない、うん、ダメよ、ただでさえ普段から汚い、あー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 あ
うらーお疲れでした。もう一丁あーお疲れでした。イエー最高でしたよ。もっともっといきますか。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 うらー、何すんねん。うらーうらー、乳首切り落としてやー。プラシャープラシャープラシャー。次回は9月12、9月13日四ツ谷アウトブレイクで鋼鉄のマニフェストを開催しますので、はい、編集上の都合です。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。また楽しかったです。まだね。いや、もう久々に会えて、久々に会えて、よかったです。秋葉で検索するとマコって出る。本当？そんな調べてる。秋葉だ、マコさん。あのね、秋葉のまで入れると出てくる。のまで、マジで？のまで入れると。まあ前回引き続きいい感じだったと思うんです。うん、どうですか。俺は、そう、俺、自分がどうだったかってこと。おいや、俺自分がどうだったかって自分で客観視できないんで。ああ、そう、じゃあ今バンドさんの話じゃなくて、俺今日どうでしたって聞きたいわけね。そう。お前も最低だな、ほんと。やる気あんの。あ、ありがとうございます。一応ちょっと、いや、バンドさんと素晴らしいに決まってんじゃないですか。ああ、そうって言うしかないよね。そう、って言うしかない。って言うしかないよね。いや、でも小出文字だって、あれ、バンドの評価は、うん、次もまた何回も出てくれれば。むしろ、こういうのって、あの、褒めたたえんのもうありがちな。ありがち、ありがち、ありがち。むしろ、2番目のバンド、俺ちょっと好みじゃないですよ。逆にね、小説明がどうの、もっとポップな展開にした方がいいとか、そういうこと言った方がいいんだよ。じゃあ、ですか、じゃあ。俺は、ライトお前、ライトお前。うわ、もうまとめない。お楽しみ、鋼鉄のマニフェスト。